Let's see. Okay, so here we're as the something. Yeah, this one's correct one. This is the other ending. きっとスクランブル交差点かな。やっぱり僕の推測は正しかったみたいだね。僕たち幼なじみグループがクロノス世界に閉じ込められた。その原因とおぼしき人物を僕は僕なりに推理していて確かめようと思っていたんだ。きっと今この瞬間ここに来ているだろうって思って。やあやあ二階堂くん、君が世界が問いかけていた犯人、その人だったんだね。どうしてそう思ったの？理由はいろいろあるけど、一番は彼が僕に接触し教えてくれたからかな。彼ってまさか？そう、そのまさか、ロウ君だよ。そう、彼あなたを頼ったのね。その言い方、君もロウ君と会ってたんだね。彼とは情報交換したんだ。僕が推測したクロノス世界について教える代わりに、彼が持っているという僕たちの失っていた記憶を教えてもらった。記憶？うん。とはいえ教えてもらっただけで記憶を思い出したわけじゃない。だから彼がもたらした情報を理解したに過ぎないんだけど、ただ僕は彼の発言はこの世界に閉じ込められている人の誰よりも信憑性が高いと考えているんだ。やあクロノス世界、容疑者リストを出してもらえるかい？容疑者リストにロウ君の名前はない。彼は十分に怪しい人物だけど、少
少なくともクロノス世界が提示したミッションにおいては真っ白なんだ。だからこそ彼の言葉は信じるに値すると考えている。ロウ君は教えてくれたよ。桜井君にはリン君って妹がいたこと。リン君はすでに個人で、その死に二階堂君が関わっていたこと。少なくともロウ君は二階堂君がリン君を殺したと考えているということ。そして現実世界ではすでに君は自殺していること。I have no idea if she will jump on me and choke me out or something. Like, Jesus. I'm like trying to prepare mentally for something. ロウ君の話から推察するに、私は死んだ。これはリン君だ。犯人は誰？これは当然リン君を死に追いやった人物のこと。だから犯人は君なんだよね、二階堂君。君が犠牲になれば僕たちはクロノス世界から解放されるんだ。その通りよ。クロノス世界が求めている犯人はきっと私のこと。それで僕らはどうすればいい？犯人である君をどうすれば世界から解放されるんだろう。バラシハ事件は母親が死んだことで解放された。あくまでそれはバラシハ事件のクロノス世界がそういうミッションだったからとも捉えられるけど、多分この世界のミッションも同じ。犯人である私がもう一度死ねばきっとみんな解放されるはず。でも自殺はさせてもらえなかったわ。え？試したのかい？ええ、ビルの上から飛び降りようとしたり、包丁で自分を刺そうとしたり。でもいつも行動を起こした直前まで時間が戻ってしまうの。なるほど。世界が自殺を許していないのか。まあ捉えようによっては自殺って一番無責任な手段だからね。世界は二階堂君のことを恨み、自殺以外の手段で殺すことで復讐を成し遂げようとしている。だけど死んだ私であるリン君はこの世にもういない。復讐は果たせない。他に誰か代わりの復讐者が必要。彼女の兄である桜井君か。私も同じ結論に至ってるの。
意外と冷静なんだね。ローに出会った時、そしてディスプレイを見た時に、なんとなくそういうことなんだろうって理解してたのよ。自覚があったから殺されても仕方がないってこと？ちょっと違うけど、でも私が殺されることでみんなが救われるのなら、well, how, それでいい。 How humble. 、東国さん、大丈夫？ああ、うん、大丈夫。なんだか今日は胸の奥がズキズキ痛んでばかりでね。いや、食道か呼吸器系の諸症状かな。率直な疑問なんだけど、二階堂君はこの現実をどう受け止めているんだい？僕自身はこれが一番合理的で確実な方法だって思っている。みんなが救われる方法でもあるって。でもそのために君に犠牲を強いることが、なんというか本当に合理的なのかなって思うんだ。私もあなたと同意見よ。これが一番合理的で早道だと思う。二階堂君。それに私は現実世界ではもう助からないから。 But again, I'm confused on the purpose of this ending. It would be like, is it like unlocking other things in other episode or something? だから、東国さんが気に病むことじゃないわ。気に病む？気に病んでいた？僕が？とにかく、これでクロノス世界を脱出する手段は分かった。So what? 二階堂君の覚悟も理解した。あとはどうやって桜井君に二階堂君を殺させるか、だけど。ちょっと、考える時間をくれないかな。東国さん。ありがとう。お礼を言われるようなことじゃないよ。クレパー。 So what now?I'm so confused.
I feel like she's gonna stab me in the back anyways, or something. Oh, okay. What the? Tōkoku? Sakurai-kun? What? ちょっと散歩のつもりだったんだ。考え事をまとめるのに歩くのは効果的だからね。I guess maybe we will be meeting up with him and then the end result. Like in the other endings with meeting with him and then like explaining the solution stuff like that. Maybe that will change.考え事、まさか犯人探しのこと考え直してくれたのか。ああいや、その逆だよ。というよりもう探す必要もなくなった。どういうことだ。さっき僕は誰が原因か薄々分かってるって言ったでしょ。それが確信に変わった。僕はもう誰が犯人か突き止めたんだよ。その犯人って誰なの。教えるわけないだろう。君はきっと守ろうとする。共犯者になるつもりか。犯人をかばうのは立派な罪なんだぞ。クロノス世界に司法は整備されていない。別に罪には問われないさ。そういう問題じゃ。それじゃあ逆に聞くけど、君が犯人を見つけ出し守ろうとするのは共犯じゃないのかい。それは最初から不毛なんだよ。このいさかいそのものが。僕たちが取るべき手段は決まっている。倫理的感情的に正しいかどうかじゃないんだよ桜井君。なんでだ。なんでそんな急ぐ必要があるんだ。別に急いではいないよ。最終目的に対して一番合理的なアプローチをしたまでさ。それが僕ら8人の中の誰かを犠牲にするってことなのか。もう何度も話したやりとりだよ。それは今さら確認する必要はないでしょ。そんなやり方で脱出した後、本当に僕らは今まで通りの関係でいられると思っているのか。無理かもしれないね。人によっては罪悪感とか虚無感とか、あるいは敗北感や責任感とか、そういったものを抱えて生きていくことにはなるだろう。けれどいずれ時間が解決してくれることさ。仮に解決できなくとも、クロノス世界にずっと閉じ込められるよりはいい。Right. さっき話した東国のお父さんの話。あれを聞いても東国の気持ちは揺るがなかったってことなのか。正直驚きはしたよ。全てを出任せだと思っているわけでもない。ならなんで。あれはただ単に
君の推察でしかないからさ。違う、僕は確かに君のお父さんに会って託されたんだ。客観的な証拠があるわけじゃない。口でなら何とでも言えるだろう。証拠がなくったって少しぐらいは信じてあげてもいいじゃないか。自分の父親なんだから。君に僕の父の何がわかる。 What's happening? そうだよ、あの人は僕の父親だ。だからこそ君以上にあの人の人間性は理解している。理解しているからこそブレるんだよ。僕の知っている父と君があったという父の存在が。だから確証がなければ信じることなんてできやしない。東国、どちらにせよクロノス世界にいたんじゃその確証は得られない。確かめようがない。それならやっぱり僕が取るべき手段は変わらないよ。君の説得で僕は折れたりしない。投獄、待って待ってって。もしかして投獄も迷ってるんじゃないか。ずいぶん興味深い解釈だけど、ジョークにもならない。ただの見当違いだよ。二階堂くんが、ね。So basically, in this version, she made some extra notes in the notebook. Maybe that kind of like changes the course because she wrote down the ways to kill Nikaido. So maybe that would be like.Other options or something. を見落としている。でも何を。記憶っていうのは存外バカにできないものなんだね。くすぐっユリア、暇つぶしのつもりで私をいじらないで。少しぐらいは信じてあげてもいいじゃないか。
分の父親なんだから。無条件で信じられるほど純粋な子供のままではいられないんだよ。どうして僕はこんなにも迷っているんだろうか、パティ。